漆黒使いの最強勇者、仲間全員に裏切られたので最強の魔物と組みます、をレビューします。原作者は皆さんご存知俺だけ入れる隠しダンジョンの人ですね。俺だけ入れる隠しダンジョン略して俺ダンといえばおおよそ人類には考えつかないであろう。醜悪とグレツと専用コンクリートミキサーでかき混ぜた地獄を文字という媒体に起こし、さらにアニメ化で追撃を行い伝説クラスのクソアニメとして君臨したことで有名ですね。気になる人は第5話のハーレム自慢大会をチェックだ。不快を映像化するとこうなるのかと。あまりにも人知を超えたおぞましき描写の数々を体験することができますよ。さてそんな俺団の作者ですが、他の作品においては結構控えめな感じであり、やったとしても金目的でイルフの女奴隷を購入して顔面を修理して商品にする程度の、軽い感じのおぞましさなので、本作においてもまあそんな感じでしょう。では裏筋から、魔王討伐の冒険を行っている男一人女三人の勇者パーティーだったが、女三人は同時期に男に告白をする。これに男は返事を保有することで先延ばしにし、かつクールに振る舞うガキを抜くと顔がにやけてしまうような感じで浮かれていたのだ。ああなるほど、俺団の作者だわ。うん。男側の女性に対する価値観が完全にそれね。なんでしょうね、この感じ。本質的に女性を物質として扱っている感じというか、やっぱりちょっと異質ですよね。フレーバーが完全に俺団と同じですわ。というわけで過去話。魔物と戦う一行は土属性の攻撃以外を無効化する敵と出会い、なんてこった、彼女たちは土属性の魔法が使えない、逃げるんだ勝てるわけがない。これを男こと主人公が闇属性の魔法で倒してキャースを追い、無事討伐完了だ。ああぬすほど。俺団の作者だわ、うん。この理屈が通っている風に提示してくるが、実際は明らかに矛盾しているという、脳混乱フレーバーが自然に入っているあたりね。まあ描写としては闇魔法で土を持ち上げてプレスして勝ったって感じなのですが、それでいけるなら魔法を地面に打って土流戦をすれば女たちでも勝てるじゃんっていう。まあそんなわけで主人公以外でも普通に倒せるはずの敵を倒せなかったということで、自分たちは必要なのだろうかと悩む女たち。安心していいで君らがそうなったのは物語の都合や、だが優しみあふれる主人公はいやめっちゃ助かってますがなと具体例を挙げつつフォロー。これに女たちも納得してよかったよかった。ところで本日は主人公の誕生日であり、これの用意をするということで主人公と女三人は別行動を開始。風呂に入ったりして、念入りに準備を行った三人は計画通り裏切り主人公からアイテムを剥ぎ取り魔法で拘束。なんと彼女たちは3年前にパーティーに入った時から他の勇者たちによるスパイであったのだ。主人公くんが強すぎて自分たちの影が薄くなっちゃうからね、しょうがないね。というわけで魔力をクリスタルで吸い取りそれを粉々にして世界中に散らばらせた後、誰も近寄らない暗黒の森に飛ばすことと相なりました。なお普通に魔法は使える模様、使えるんだ。魔力を奪われたけど魔法が使えるっていうこの二度で参る。そんなことをやっていると喋る狐とエンカウント。いろいろと話をした後、一緒に森を出ることと相なりました。こうして二人の冒険が始まったのだ。という話ですね、オエップ。やはり船酔いのごとくボディーブローで効いてくる作者ですね。全体的にシナリオというかエピソードがチンポであるのはまあ仕方がないとして、なんというか、根本的な矛盾が脳に多大なるストレスをかけてくるんですよね。勇者くんが強すぎる。邪剣9割魔力を吸い取ったぞ。でも普通に戦闘魔法を使えるぞ。という流れとかがやはり奇妙ですね。9割吸い取って普通以上に戦えるのならば、普通はそれを予測してあと数回9割吸い取って戦闘できなくなるまで弱らせるだろとか、なんかやっぱり根本的に変なんですよね。物語の都合上の思考以外をしないというか、なんて言うんですかね、物感、全体的に女性を物として扱うのと同じように、全キャラにおいても人間としてではなく物として扱っている感覚がありますね。一番顕著なのが、主人公が狐と話をする中で俺はこんなひどい目にあったんだよ。それよりも前はこんなひどいことがあったよ。さらに他にもひどいことがあったよ。と、後付けでブリブリ設定を持ってくるんですよね。いや別に最初から考えていた説自体は、
確かにあるんですけれども、なんというか、人間としてのエピソードじゃないというか、商品説明みたいな無機質感があるというか。例えば昔結婚を約束した女性がいました。その女性が魔物に襲われて死にました。彼女の妹に恨まれました。許してもらいたいので今から彼女のお願いを聞きましょう。みたいな感じ、全部結果プラス結果プラス結果プラス結果で作られていて滑らかに連続していないんですよね。連続させるのであれば彼女が死んだ日の人間としての悲しみとかを、もっと入れ込むべきですし、その上で妹が敵意を向けてくるとしておけば、はいはい今から物語を事務的に消化して許してもらいますよ。じゃなくて、困難に立ち向かう中で許してもらうきっかけとなる事件が起こり必死になり解決とかの、連続性が生まれてくるんですよね。なんというか、現状、キャラに感情が入っていない感じ、感情が入っていないから物感が強い、って感じですかね。ただただキャラが、物語に取り組むのではなく物語を淡々と消化する流れに乗っているだけというかね。まあつまり、固有のキャラとして動いていないって感じです。作者に支配されたキャラですね。その空気が全編を通してあるので結果作品自体も物感が強くなるんでしょうね。でもまあ本作については一ついいところがありましたよ。おそらくホモの皆さんは、ナロー作品で狐が出た時点で、速攻で人型化して主人公のオナホになるんやろと、王と不可避の約束された敗北の遺影が充填されたことかと思われますが、本作については、それはないっぽいんですよね。そもそもこの狐オスですし、動物が動物のままでいることはナローだとマジで希少中の希少な存在であり、さらにそれが主人公に対して異性ではないなんてのはもう天変地異のレベルですよ。思い返すと俺なんでも頭にチューリップが生えた友人という名のただのペットであるライオンがおり、この作者においてはその辺は気をつけているのかなと思いきや速攻で人型化してたわ。じゃあただの偶然ですね。でもまあ個人的にこの狐形態のみで行くことは好きっすよ。あ、ナローだと動物が人型化するだけではなく頭身が縮んでマスコット化することも、かなりの頻度でありますね。ヒロインズが可愛い可愛いいうところまでがテンプレね。いやテンプレはもふらせる代わりに主人公にご奉仕をするという方でしたね。失敬、でまあ、キツネがキツネのままなのはいいんですけれども、これとの会話が、なんかゆるふわ日常系みたいな感じですごい違和感があります。シリアスファンタジーの途中ですがフリーライフ漫談の時間です、みたいな。いやこれのくだりは多分人によって好き嫌いが分かれそうな会話のチンポではあるのですが、なんでしょう、これも好き嫌いとかの話ではなく、違和感があるというか、ここだけ別作品であるかのような錯覚を覚えるほどに圧倒的に異質です。しかも結構尺が長いですからね。余計違和感が強いっす。意図がわからんですよ。とまあ原作についてはこんなところですかね。強すぎるので魔力を奪ったら強いままだぞとか、変な矛盾や疑問点が静かに差し込まれていて脳を緩やかにゆすりおろりに誘いますね。で、本作については漫画家も結構問題で、まあつまり、画力、ですかね。動きの作画がおかしいとかいう話ではなく、単純に、まあその、下手くそですね。顔の造形が歪んでいることが標準搭載されているというモンスターコミックスレベルの作画で、なかなかに衝撃的です。背景もパースが狂いまくってて作詞みたいになってるし、第一巻であり連載用の絵柄に適応できていないことを考慮してもちょっと擁護するのが、難しいくらいには歪みまくっているし乱れまくっています。さらに言うと絵に立体感がないですね。そのせいで女三人の入浴シーンつまりサービスシーンがサービスじゃなくなってるしで、一方でそういう感じのシーンは割と出てくる作品だったりでそもそも相性が悪い気がします。まあ本質的に矛盾を抱えた本作に適した漫画家ってなんだよって話でもあるのですが、それにしたってもうちょっとこう、最低品質には届くくらいの作画をやな。画力を無視して絵柄だけを見ると割と好きな感じなので頑張ってほしいとは思いますね。総評ですが、本質的にガバイ、ですね。一応光るところや見どころ、
個性自体はあるのですが、それより前の時点での設定や思想の段階で矛盾が発生しているので、結果それらを打ち消してマイナス方面に行っちゃってるのがなんだかなって感じです。あと女の子3人に告られてニヤニヤする主人公が正直に申し上げてキモいので、開幕時点から不快方面で始まっているのがツラタンですね。あ、ニヤニヤという表現は、私が悪意を持って言っているわけではなく実際にそう書いていますからね。この辺の表現もなんとかならんかったんやろか。悪い気はしないぞニヤニヤはちと感じ悪いです。こういう細かいところで減点を減らす努力をお願いしたいですね。私はそう言いたい。以上です。ほな、また。